え皆さんどうも、こんにちは。底辺でございます。えー、今週も週末になりましたね。えー、ということで、今週もですね、競馬予想の方やっていきたいと思います。まあ、いつものようにね、一、えー、つの競馬場を選んで、ピックアップ、レースを何個かピックアップして、厳選予想をやっていくんですけども、まあ、先週ね、しばらく的中がなかったんですけども、まあ、先週一番硬いところでしたけどね、ようやく新潟で一個だけ当たったんですよね。えー、なので、今週も新潟の方で予想していきたいと思います。まあ、今週がね、確か新潟の 今年の最終開催の最終週ということで。まあ、それもあってか。もうあってですね。まあ、新潟の方で、えー、適を狙っていきたいと思います。では予想の方入っていきましょう。はい。では予想の方入っていきたいと思います。えっとね、まず明日の新潟なんですけど、午前中のレースは、障害やったり、2歳やったりで、まあ、等数多いレースあるんですけど、ちょっと僕のわからない領域なんで、ちょっと午前中のレースはすっ飛ばしたいと思います。えー、なので、ピックアップ1レース目は新潟6レース。 えー、3歳以上一生クラス。ダート1800。えー、こちらから行きたいと思います。まあ、このレースは見習い騎士のレースですね。はい。まあ、というわけで、えー、まずは、ピックアップバー。えー、今回は五等ボックスで行きますね。えー、ピックアップバーですけども、1番、スパークルアイズ。10番、オールマキシマム。11番、フェルンマンボ。14番、デイライト。15番、ロードラプソディ。このと等で行きたいと思います。 ま、このレースに関しては僕は正直14番のデイライト軸でもいいかなって思うぐらい。まあ、この馬、今んところ予想オッズで5番人気ですけど、まあ、割とこの馬前線するんじゃないかなと思っております。えー、ジョッキーもね、佐々木大輔ジョッキーに乗り換わりで、佐々木ジョッキーこのところ来てますからね。はい。注目の馬ではあるかなと思います。はい、では次行きましょうか。えー、続いて、えー、7レース。3歳以上一勝クラス。芝直線1000メートル。えー、新潟名物の先直ですね。はい。 えまずはピックアップ場ですけども、えー、1番、アポロルタ。6番、クイーンズ・コスモス。12番、ウィン・エイム・ハイ。15番、ビレッジ・スター。16番、キュベリン。この5等ですね。はい。いや、ちょっとね、戦直はね、<laughs> 正直わからないとこもあるんですけど、まあ、若干荒れるかなと思いつつも、まあ、割と堅実なとこ行ってますね。僕の予想では。はい。 ま、戦直ってね、荒れたり荒れなかったりもなんか結構難しいですけど、まあ、見てて楽しいですよね。はい。えー、7レースはこんなところでございます。えー、8レース、9レースは若干頭数が少ないんで飛ばします。若干ですけどね。はい。えー、続いて10レース。えー、これなんて読むんやろ。清津郷、精神郷、まあ、なんたら特別ですわ。二勝クラスですね。えー、芝1200。えー、まあ、まず、まずはピックアップはですね、えー、1番、メルビル。4番、ヨール。 7番、エールレブリー。8番、アラクレ。10番、ヤマニンアンフィル。このことをで言いきたいと思います <coughs>。まあ、このレースに関しては、まあ、エールレブリーが、まあ、かなり有力な候補であると思うんで、まあ、このまま軸でもいっちゃいいかなって思うんですけど、まあ、一応、まあ、ご当ボックスにさせていただきました。はい。でね、あとの11レース、12レースも若干少ないんで、ちょっとここは飛ばしたいと思います。 で、このままではね、えー、あまりに新潟のレースピックアップが少なすぎるんで、ちょっと、えー、明日のね、京都競馬場のレースからも一個ピックアップしたいと思います。まあ、あの、スワンステークス明日ありますけども、それはまあ、まあ、また後ほど動画ださせていただきます。まあ、ショートの方でね、いつものように出しますけども。まあ、その前にですね、十、えー、10レース、京都10レースのミササギステークス、ダート2800。ここをちょっとピックアップしようかなと思います。まずピックアップはですけども、8番。 キュール・エフウジ。13番、バハル・ダール。14番、セイクリッドゲイズ。15番、マルカ・アトラス。16番、ドライゼ。この5等のボックスでいきますかね。え、ちょっと外枠中心で選んでみました。はい。ちょっといいなって思ったのが全部外枠に集まってたんで、ちょっと内枠全然買ってないっていうのがちょっと怖いところではあるんですけど、ちょっと思い切ってここは外中心でいきたいと思います。はい。えー、まあ、 え、明日の平和のレースのピックアップはこんなところですかね。はい。まあ、ここで動画一段落ということで。まあ、まずはスワンステークスの方ちょっと話しましょうか。はい。えー、明日のね、京都11レースですね。スワンステークス。1004の重賞なんですよね。珍しい。1004ってね、スプリントでもマイルでもない、なんか微妙な距離ですよね。まあ僕が今んところ本命にしようかなと思っているのは、東進マカオです。はい。 えー、追い切りの方も非常に良かったですし、前走のキーンランドカップもね、えー、ちょっと進路がなかなか開かない中での、え、まあ、最後、人伸びして3着に食い込んできたんで、まあ、距離延長は単純にプラスじゃないかなと。で、しかも札幌からの京都のコース狩りですから、まあ、そこもプラスに働くんじゃないかなと思います。えー、なので、ま、ーカーを本命でいきます。<laughs> で、対抗の方なんですけども、まあ、アベラーレかな。まあ、予想一番人気ですけど、 まあ、順当にアベラーレかなと思います。はい。追い切りもなかなかタイム非常に良かったですし、まあ、田ジョッキーが乗るということで。で前走関屋記念買っての距離短縮で、まあ、全然問題ないと思うんで、アベラーレ。まあ、買えるんじゃないかなと。<laughs> で、あとはね、ララクリスティーヌとかもちょっと注目どころであるんですけどで、ロータスランドがちょっと大外に入っちゃいましたね。大外さえ、大外じゃなかったらね、ロータスランドも全然買えたんですけど、 はい。で、あとは、ま、グレナディアガーザなんかも注目の一角ではありますけど、でね、特別登録の時点ではダノンスコーピオンいたんですよ。ただいなくなりましたね。はい。抽選に外れたんかな。なんかそう。うん。まあ、あとはルガルも、予想2番人気ですけど、このまま言いまいもんやと思いますよ。はい。で、あとはウィングレイテストがどこまでやれるかですよね。 予想10番、予想10番人気っていうのはちょっと舐められすぎかなと思う,思うんですけど。ウィングレイテストねまあ、いつもマイル走ってる前から。まあ、距離短縮がどうなるのかっていうのはちょ、ちょっとわからんかな。あの、僕が一番中、穴としていいな思てんのはスマートリアンですね。今んところ予想14番人気ですけど、この前走の北九州記念で最後、ものすごい足で外から飛んできて4着なんで、まあ、単純に距離延長はプラスだと思いますし、 直線の長い京都ですから、まあ、前線してくれるんじゃないかなと。で、ジョッキーも引き続き柴田義富ジョッキーが乗るんで、まあ、このままなんか来そうな感じはしますね。はい。まあ、とりあえず本命は、えー、東進マカオです。それぐらいかな、今確定してんのは。ちょっと夜まで考えますわ、これは。はい。でですよ。えー、日曜のメイン、天皇賞はですね。 まあね、一頭もなんか、なんか事故でもない限り絶対に来そうなね、世界最強馬がおりますけど <coughs>。まあね、あえて、ジャックドール狙ってもいいかなと、思います。はい。あの、ジャックね、えー、っとね、追い切りでね、一周前も、当周も、えげつない時計出してるんですよ。逃げうまいのに、 ラスト1ハローのタイムがエグいんですよ。まあ、逃げる前から当然じちゃ当然。最初からずーっと飛ばしてるから当然じちゃ当然かもしれませんが、えー、今週ラスト1ハロー11秒ピッタなんですよね。これは早くないかと。さすがに早ないと。ちょっとさすがに軽視はできないなと思って。で、まあ、イクイノックスは割と硬いんじゃないかなと。まあ95、95%ぐらいはイクイノックスなんですけど、 この残りの5%にかけてジャックドール本命で行こうかなと、思ったりもしております。はい。思い切ってね。ジャック頭で買うのもありかなと。まあ、まあ、行くいい頭の馬券も当然買おうとは思うんですけど、ちょっとやっぱ一発狙ってジャック行ってもいいかなと思います。で、まあ、ドーデュース予想2番人気ですけど、そうですね、なんか、週明けに見た時よりか予想オッツ上がってますね。 2.8ぐらいまで。多分、イクイがもう1.5ぐらいまで行くと思うんで、まあ、ドーデュース3倍ぐらいで落ち着くんじゃないですかね。<coughs> まあ、イクイノックスとドーデュース、まあ、どっちが勝つんかっていうのが見どころではある、ありますけど、ここはジャックドル、僕狙ってもいいかなと思います。はい。で、あと怖いのがね、ノースブリッジが左右近くに入ったんですよね。この馬がどういう競馬をするのかちょっと気になるんですよ。この馬若干前に行く馬なんで、 はい。まあ、穴馬としてね、なんか残りそうな気もするんですよね。で、まあ、ダノンベルーガも不気味なんですよ。前奏の札幌記念。まあ、明らかに叩き台って感じで。ね。多分、ここに、ここに持ってくる状態も持ってきてると思うんですよ。で、ガイアフォースもね、お、こんな感じで落ち下がってるんであれば、買いですよね。ちょっと前奏のオールカワーはちょっと人気、過剰人気やった感じがします。ただ、ガイアフォース、 こんな感じで中穴ぐらいまで人気下げてくれれば全然変えますよね <laughs> で。で、あとはジャスティンパレスがね、えー、なんと横山武史ジョッキーに乗り換わりなんですよね。まあ、これはちょっとどうかなーっていうね、僕は引き続きサメ島ジョッキーで行ってほしかったんですけど、まあ、横山武史ジョッキーに乗り換わって、ま、あ天乗りでいきなり G1、うーんなんか、うん、どうかなーって。 思います。で、まあ、杉山9舎二等出しということで、まあ、二等出しの時は穴の方を狙いなさいというのが格言でございますから、まあ、ここはジャスティンパレスよりかはガイアフォースの方を狙ってもいいかなと思います。で、プログノーシスはもうこのままに関しては展開次第かなと。はい。まあ、前走圧勝でしたけど、まあ、正直、メンバーレベルがね、まあ、札幌記念、まあ、確かにスーパー G2 と呼ばれてますけど、正直ここに比べたら、やっぱメンバーレベルは、 ちょっと下がってしまいますし、G1 初出走っていうのもちょっと引っかかりますよね。なんでちょっとプログノーシスは3番人気ではないかなと。まあ、おさやで買うんにはいいですけど、うん、まあ3着までかなと思います、プログノーシスは。はい。でね、正直前途気になるんですよ。<laughs> まあ、確実に消せるのを僕の中ではひしぐわすぐらいなんですよ。あと全部基礎やなって <laughs> 思ってますね。はい。 ねアドマイヤハダルも大外枠ですけど、前走毎日王冠。ね結構いい、いいレース展開で運んでましたんで、で、4着ですから。うん。なあ、迷うね。<laughs> まあ、本命はジャックドールでいこうかなと思います。はい。ここはちょっと一発狙ってね。はい。まあ、そんなところでございます。 はい。ということで、本日の動画これで以上になります。よければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、再三申し上げておりますけども、えー、僕の予想は基本的に当たりません。はい。なんで、あくまで参考程度にしていただければと思います。えー、僕の予想を信じてですね、えー、馬券を購入されても僕の方、僕としては一切責任を負えませんので、はい。そ、その点はご了承ください。まあ、ただね、えー、まあ予想に迷っている方がい、いればですね、ぜひ参考にしていただ,いただければと思います。えー、あとね、 え、予想に迷っているお友達がいましたら、この動画をシェアしていただければ幸いです。えー、ということで、え、ちょっと長くなりましたね。すいません。えー、本日の動画はこれで以上になります。えー、よければですね、あ、何回も言うてるな。エンディング。まあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。